タークはアメリカ海軍のミサイルフリーゲート。オリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの23番艦。艦名は第8大海軍作戦部長を務めたハロルド・スターク提督にちなむ。1978年度計画の一部として、1978年1月23日にカリフォルニア州サンペドロのトット・パシフィック造船所に建造発注され、 1979年8月24日に帰港する。1980年5月30日に浸水し、1982年10月23日に収益した。スタークはイラン・イラク戦争中の1984年と1987年に中東へ展開した。この二度目の展開において、1987年5月17日、 イラク軍のミラージュ F1 が発射した2発のエグゾーセ AM39 空対艦ミサイルの直撃を受けた。イラク軍は当時タンカーに対する攻撃を行っていたが、ミラージュのパイロットはスタークをタンカーと誤認して攻撃したものとされている。この事件はペリー級の高端性の高さを証明したと同時にシステムの弱さを露呈した事件でもあった。 攻撃までの時系列飛弾ご消火用水筒で傾斜するスターク。船体の破壊と損傷した上構え。21時12分、環境張り出しの真下、左元気水線上8フィートに一発目の AM39 が入射角35度で命中した。ミサイルは消防主管を破壊しつつ、スタークの第二看板上の各区画を貫通、潜任階層室の角で止まった。 弾頭は爆発しなかったが、ロケットの残燃量120ポンドは、摂氏2000度に達する高温で燃焼しており、1000人階層室を中心に火災が発生した。その20秒後、2発目の AM39 が、入射角30から35度で、初弾の8フィート前方に命中、管内5フィートまで突入したところで弾頭が起爆した。これによりスタークは、 兵員居住区を中心に半径10メートルの区域が壊滅し、さらに火災が発生した。スタークは第2弾を被弾した時点で、すでに第1弾の被弾に伴うダメージコントロールのために当該区画に向かっていた乗員がいたこともあり、スタークの死傷者は兵員の5分の1にも上った。また被害箇所が環境構造物直下だったために、火炎は戦闘指揮所まで上っていった。 1> 第1弾が消防士関係を破壊していたこともあり、ダメージコントロールは困難を極めた。しかし平時からの訓練が幸いし、パニックになる者はいなかった。第2弾の爆発で垂直防火核壁が損傷していたため、その前方のミサイル断固にも煙が達しており、誘爆、合沈が憂慮されたが、慎重な注水作業によって、この最悪の事態は免れた。 またこれら消火活動に伴う酸水と、第1弾に破壊された消防士関係からの漏水によって船体は下限26度も傾斜したため、隔壁に箱を開けて水没区画からの排水を行った。午前1時15分には、応急班が操用する酸素吸入装置のキャニスターが、底をついてしまったが、これは20分後、機関ラサールより空輸補給された。 最終的に5月18日17時に火災は沈下した。第1弾の被弾から20時間後であった。この攻撃によって37名の兵士が死亡し、21名が負傷した。事後検証この働きは英雄的な活躍と称賛され、アメリカ海軍の連動の高さを知らしめた。しかし同時にアメリカ海軍の弱点も露呈した。スタークは、 事件の4時間前には、両艦のファラガット級ミサイル駆逐艦クーンツから、ペルシャ湾の紹介任務を引き継いでおり、決して戦闘が不可能な状態ではなかった。また、上記の通り、ミラージュ F1 は、エイワックスやクーンツ、さらには、スターク自身のレーダーでも捕捉しており、第6艦隊機関のラサールにもその旨が、報告されていた。にもかかわらず、ファランクス CIWS による、 ハードキルもマーク36スルボックによるソフトキルも試みないままにスタークは被弾した。これはイラン・イラク戦争当時アメリカはイラクを支援しておりイラク軍からの攻撃は想定していなかったのが原因であった。ただ、遊軍機という認識により敵ミサイルが2 0トルに迫るまでスタークの乗員が対処行動を起こさなかったことは説明されるものの その後左限監視員の目視距離に入っても艦隊空ミサイル発射機や CIWS が一切迎撃のための行動を取らなかったこと、レーダーも当該目標を認識しなかったこと、そして搭載する電子戦装置が電子攻撃機能を持たないことが大問題となった。このためアメリカ海軍は収益済み及び建造中であったオリバー・アハザード・ペリー級覚艦に ハローによる電波の乱反射への対策をはじめとする回収を行うことになる。アメリカとイラクは当時交戦状態になかったため、イラク機への攻撃は認められなかった。イラク政府関係者によれば、スタークを攻撃したパイロットは処罰されなかった。アメリカ政府関係者はパイロットが処刑されたものと考えていたが、ジャーナリストのロバート・フィスクの著書、ザグレートウォー・フォーシビ o ゼーション』によると、 イラク空軍指揮官がパイロットはまだ生きていると語ったという。スタークはバーレーンに到着した後、アカデアによる応急修理を受け、その後自力で母校のフロリダ州、メイポートに帰還した。その後、ミシシッピ州のインガルス造船所において1億4200万ドルを費やした修理が行われ、1988年9月に艦隊に復帰した。この事故は、 戦艦アヨアの砲塔爆発事故が発生するまでアメリカ海軍における最も致命的な平時災害とされた。この事件を受けアメリカ海軍はペルシャ湾におけるロイを必要に応じて先制攻撃も可能なよう改定したが、この改定は翌年のイージス寿命館ヴィンセンスによるイラン航空機後者事件の原因の一つとなった。スタークは1990年に 大西洋艦隊の一部として活動し、1991年には中東軍に配属された。1993年にはユニタスに加わり、1994年にはオペレーションサポートデモクラシー及びオペレーションエイブル、バージルに参加した。1995年には再び中東軍に戻り、その後1997年に再び大西洋艦隊に配属された。 スタークは1999年5月7日に退役し、ペンシルベニア州フィラデルフィアの予備役、官邸保管施設で保管された後、2005年10月7日にフィラデルフィアのメトロマシン社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。